エブリデイまゆチャンネル。皆さんこんにちは、日々まゆのです。今日はつぼ押しで恋愛診断。つぼ押しというと恋愛診断というよりかは健康診断じゃないのと思われると思うんですけど、つぼ押しは健康だけではなく恋愛だったりその人の性格だったりそういうものもツボの状態で分かってしまいます。ということでツボ推しの恋愛診断もやっていこうかなと思います。ということで、今日紹介するのは前回のツボ推し動画で紹介したむくみに効くツボの腎臓です。ここですね、こちら。腎臓が健康的に働いている人は頭の回転が速く少し子供っぽいところもあって無邪気な性格です。あとは小さな子の面倒見がとてもよくすごく優しい性格の方が多いです。逆にこちらの腎臓の働きがあまり健康的でない人は頭の回転が遅かったり内向的で嫉妬心が強くなってしまいます。なので相手に対してすぐ嫉妬をしてしまったり僻んだりひねくれたりしてしまいます。なんですけど、基本的には優しい性質を持っている方なので、腎臓の働きを健康にして性格も変えられます。ということで皆さんも、自分の、腎臓のツボを、押してみてください。好きな人の手を触るチャンスがあったら腎臓のところを押してみて性格チェックしてみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。みんないつもありがとう。